微生物防除研究分野の高橋と申します。本日ご紹介させていただきたいのは、光を利用した衛生管理の世界標準に向けてという内容です。で、まず最初に共同研究講座、これは日夜化学工業と徳島大学の共同研究講座、微生物防除研究分野を徳島大学の医歯薬学研究部内に設置いたしました。この目的ですけれども、まずは一つ目、感染症対策、ご承知のようにコロナ O157 等々の感染症対策などで社会の要望は非常に衛生管理に対してこう高いという状態です。一方で発光デバイスの進歩、照明をはじめとする発光デバイスは劇的に進化または変化しております。で、それに伴いまして光を使った衛生管理法というのがたくさん出ております。開発されております。で、一般生活の中にこう光を使った衛生管理法、商品はじめたくさん開発されておりますが、一方でいろいろな商品、発光デバイス、それ衛生管理システムが混在しておりまして、非常に混乱しているということがあります。で、これを考えますと、まずこの今後の市場の発展、それからそういう光による衛生管理法という、学術分野での発展を考えますと、ある程度こう世界標準を目指したこう標準化したシステム考えが必要であろうということで、まず特に食に関係した衛生管理に着目しております。これを光を使った食に関連した衛生管理、例えば食べ物、水、落下細菌等もありますから、空気等もありますが、これで光による生物効果を応用した衛生管理法の開発を目指します。特にここが大事ですが、世界標準となりうる光生物影響の評価方法を確立、世界を先導するような形の標準化を目指したい、で社会応用につなげたいというのが目的です。特徴ですが、従来の共同研究をより発展させた集中的な管理、発光デバイス開発で世界を先導する日夜化学工業が主にシステム開発、装置開発、それから衛生管理に実績のある徳島大学の予防環境栄養学分野、これが生物活性安全性検討、これが2つが共同で、特に関連する徳島大学の蔵元地区には特に医療系の分野集中しております。で、大学院医歯薬学研究部、医学域栄養学科学部門を中心に徳島大学病院医学科等とも密接な連携を取りまして、研究開発を進めていきたいと思っております。人員はこのようになっておりますが、設置期間はまだ2年というふうに予定しております。で、実際にどのような結果が出ているかということについてですが、まずはこれは標準化を目指した装置の開発、です。標準評価装置、これは日夜化学工業で開発製作して、この共同研究講座微生物防除研究分野で標準化システムに確立した。で、実際にもう少し具体的には、LED、 特に光デバイスを考えますと LED が非常に安定してハンドリングが非常に容易でございます。そこで LED の電気、さらに電気温度特性、照射時間、周辺物質の反射、資料の温度、照射面の放射照度、均一性、光線角度など、このような要因をすべて考慮したものを設計し、装置を製作しました。で、さらに、光源の LED の配置、照射距離の最適化によって、評価に十分な照度で均一性の高い平行光を照射可能なシステムに仕上げております。で、実際に使いました波長、これは波長って光の波長ですね、だいたい400ナノメーター、この付近までより長い波長は人に見えますが、これより短いものは一般にこの辺りは紫外線と呼んでおりまして、あまり目には見えないというところで、それぞれこの波長特性を持った LED を準備しました。具体的には250ナノメートルの波長から365ナノメートルの紫外線の波長で、一般に水銀発光管と、いや水銀殺菌、紫外線殺菌といいますと、大体水銀発光管、低圧水銀発光管で行いますが、この波長がこの254で、この辺りになります。
まあ、その前後の波長も準備したと。でこの装置を使いまして実際に今のところこれはオンゴーイングですが心筋細菌ウイルス22種類順次増えていっておりますけれどもこれらの微生物に対しての影響を評価しております。で具体的に こちらは280ナノメートルの波長を使った、まあ、紫外線を使ったそれぞれの微生物に対する感受性です。横軸は光の照射強度それから縦軸は下に行くほどよく死んだよというふうになっております。対数で示しておりますがそうしますとこう一目で分かるのは細菌は非常に効きやすいウイルスはその次で心筋は少し感受性が悪い効きにくいということが分かります。また微生ウイルスでもこう例えばですねコロナウイルスとかインフルエンザウイルスは非常に効きやすいんですがアデノウイルスとかは効きにくいというようにその主観によって株によって差があるということが分かります。この理由については現在のところ私ども共同研究講座の方で解析研究を進めております。さらに、こちらを見てください。まあ、ウイルス見ていただきますと250ナノメートルから365ナノメートルのそれぞれの波長の光を使って感受性を見たものです。これは上に高いほど上に行くほど感受性が高いというものを示しております。そうしますと260から70の間この辺りが一番効きやすい光であるということが分かってまいりました。だからいわゆる254ナノって今まで使われてきた殺菌線ですねこちらよりもこの辺りにもう少し長い波長の方がよく効くとでそのいうことが分かってまいりました。でそれぞれそのパターンも細菌ウイルス心筋でそれぞれ違っております。またこれらの差がなぜこう主観ウイルスとか心筋によってこうパターンがだいぶ違っておりますけれどもこれはなぜどのように違うかということに関しても現在研究開発を進めているところです。でこれらのデータに関しましてはすでに6月に ASM アメリカの微生物学会7月にはヨーロッパのフェムスいわゆるヨーロッパの微生物学会で発表しております。で直近では8月の29、30日は日本防菌防媒学会でセミナー、シンポジウム、それからポスター発表等を行う予定にしております。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。そしたら僕から少し、私この装置を使って、特に病原ウイルスの、殺菌不活化効果の評価をしているところですけれども、この装置、非常に高出力で安定性はあるんですけども特にこのお手元の資料の3ページにあります波長でちょっと分かりにくいかもしれませんけど紫外線でもいろいろな種類の紫外線があるんですけどもその波長を細かく分けれるというこれが日夜化学工業の LED ですごいところだと思うんですけどもそれを準備していただいたとでこれで少しの波長が違うことによって急に殺菌効果がなくなったり強くなったりということが分かってきたりして、まあ、これが、まあ、非常に標準化という面でもサイエンスという面でも非常にこう有効な装置であるというふうに考えて研究を進めておるところです。僕からは以上になります。